長女、次女、三女、川崎三姉妹です。はい、今日はベビー用品購入品紹介。はい、ちょっとね、実はまだ全部は揃ってないんですけど、はい、結構もう揃えてきてて、結構パンパンになってきたので、うん、ちょっと第1弾という形で紹介しようかなと思います。すごい楽しみ。結構調べながら買ったんですか？調べながらですね。もういよいよ感が出てきまして。本当だよね。まあ、今撮影してる日で2ヶ月ももうないので、うん、いよいよって感じ。楽しみ。ドキドキだけど、はい。いろいろね、ゲットしたので、まあ、ミーナを中心に紹介していきたいと思います。はい、それでは、レッツゴー！川崎三姉妹！はい、というわけでね、もう量が量なので、もうポポポーンと紹介したいと思うんですけど、まあこの前ね、性別発表動画こちら出してますが、ベビちゃんは男の子ということでございますので、ここにチビた？そうそうそう、チビスケがいるんですけど、チビスケのためにね、いろいろ用意したものを紹介していきたいと思います。はい、まず1個目。これはですね、実はですね、私のおばですね、ママの妹さんがね、プレゼントしてくれたの。めっちゃ可愛いよ、もうやばいよ。マジでセンス神だよ。ジェラピケのさ、キッズこんな可愛いんやって思った。可愛すぎる。もうめっちゃ嬉しかった。これいろいろね、もうほんまにいろいろセットでくれたの。これファーストトイって言ってね、一緒に初めてのぬいぐるみっていうやつ。可愛い。あとこれは冷房、夏生まれなんやけど、冷房の時寒かったりするからちょっとかぶせたりとか。ポンちゃん、ポンちゃん、可愛い。後ろにピケって入ってる。センス良くない？で、この帽子さんと、ね、やばいやばいだからさ、言ったらまあこんな感じ、フルセット。そう、やばい。こんなちっちゃいの入るんで、ね、本当に可愛い。やばい。もうね、これセンスの塊すぎるプレゼントをいただいたんです。ありがとう。なんかさ、こういうのもらうといよいよさ、自分が子供産むんやっていうか、実感湧いてくる感じ。かわいい。かわいい。もう愛しいなもんですね。これをね、もう早速生まれたら着てもらいたいですね。続きまして、こちらのね、ブランドのなんですけど、なんとこちら新生児用の必要なものが一気にまとめて揃うっていうセット。なんかやっぱ初股でいろいろさ、何を揃えていいかわからんみたいな感じだったんやけど、これもセットを買っとけばとりあえず一通り揃うみたいな。確かに、3から6が使えて、そうそうそう、新生児用のね、11点セットだったかな。こちらのセットをもうドカーンとゲットしました。ガーゼとか、かわいい、かわいくない？このスタイとか、ほんまにいろいろ必要な。かわいい。このミトンってやつは爪でお顔引っかいちゃうからつけるみたいな。ね、アンナって書いてる。え、ほんとだ、アンナニコ ラ。これもね、肌着3点セット。かわいい。よかったな。こういうインナーもさ、ほんま何が必要かわからんかったんやけど、肌着とか、そう、これパン肌着、いろいろね、セットになってくれてる。これあれだ、お風呂のガーゼ。そう、ガーゼはね、とりあえず何枚あってもいいらしいので、こういうのもついててめっちゃ嬉しいし、すごい。これもカーディガンみたいな。このね、いろいろセットっていうのがちょっと初股には嬉しいなと思ってこちらゲットしました。しかもこの日本製、全部日本製っていうのがいいね。全部日本製で安心安全の着心地もいいっていうレビューを見たので、こちらもゲットいたしました。いいじゃん。続きまして、じゃん、これはユニクロでね、みんなオンラインで5000円以上買ったら500円オフがあったので、なんか買っとこうと思って2個買ったのが、これはパン肌着って書いてんだけど、50から60っていうサイズのを2枚セット990円、こっちも50から60ので1500円の、これはコンビ肌着ってやつで、なんか前がスナップで止めれるやつ、なんか首が座ってないから、上からよりここでできるのがいいよって先輩ママに教えてもらったので。そう、しかもユニクロの肌着はね、結構何回洗濯しても廃れんらしい。だからこれ安くておすすめということなので、こちらも購入しました。いいね。続きまして、ギャップ、ベビーギャップ。もうね、アウトレットに行ったんですけど、初めてアウトレットが一番楽しかった。もうベビーの見るの、アウトレットってさ、なかなかいいのに出会えることあんまないんやけど、ベビーのやべえ、可愛すぎて死ぬ。トリマいっぱい出す。これやばい。ちょっと可愛すぎてやばいんだよ。これはさ、買っちゃうね。買っちゃうの。確かに。じゃあ紹介していってください。はい、じゃあまず、めっちゃ人気なのがこのクマケツシリーズです。あ、可愛い。可愛いわ。
にクマがね来るようになってるデザインなんですけど、これも一緒？そう、これはお尻はないけど夏生まれの子なので、このガーゼっぽい感じの素材、50センチ0から3ヶ月用で1990円なんですけど、ここから半額だったんよ。だからまあ990円とか、ていうかあれなんだ、これ3ヶ月ぐらいしか着れないんだ。こんなにいっぱいあるのに、新生しようって一瞬やからほんま買わん方がいいよって先輩ママに言われるけど止まらねえよって感じでも一応ね大きめ買った方がいいって言われて、これは3から6ヶ月用。ああ、素敵、考えてる。そうそうそう。一応、夏生まれやから長袖もいるかな。これは4490の半額なので2000円ぐらいするから。まあね、ちょっと着る機会にしては高いよ。でも可愛いからでも、ほんまに買ってしまうっていう。毎日写真撮ろう？そうなの。あとこれも可愛い色がブルーの見てください。本当や、おしゃれ。これ半ズボンなの？半ズボンなの。可愛い。男の子、6ヶ月から12ヶ月だから、まあ、来年の春夏に向けて、良きです。可愛い。買っとこうと思って、こちら2400円ぐらいしますね。半額で。定価4990円、結構高いよね。だってギャップだもん。半額なのめっちゃ嬉しいね。半額なのめっちゃ嬉しい。クマがついてて、このブルーっていう色がすごい可愛いんです。で、これは気が早すぎるんだけど、もう可愛すぎて欲しすぎて買ったニットカーディガンみたいなやつ。可愛い。これは80センチなので、12ヶ月から18ヶ月用なので、来年の冬です。来年の冬です。でももう可愛すぎて。こちら2000円になりましたね。でもいいね。可愛いよ。素材も良さそうだし。なんか買ってしまう値段じゃない？うん、2000円以内みたいな。で、こちらはもうめっちゃ可愛い。そういうの大好き私。タイツなんやけど、これもお尻にクマケチュ。可愛い。で、ベージュで、こんなんもう親のエゴでさ、ちっちゃい頃にしか履かせれないじゃん。だからもう絶対履かせようと思って。こちらは990円になってますね。でもさ、こういうのって捨てれないんだよね、絶対。捨てれない。捨てれなさそう。私もベニーの服、うん、一回も捨てたことないもん。なんか着とった時の思い出とかで。そうそうそう。捨てれなそう。かわいい。あと、この帽子もかわいくて、2個見て。かわいい。2色がいい。やっぱ男の子はクマちゃんが多いね。そうだね。クマ以外買うもんな、うん。でもさ、私結構探してて、うん、少ないなって、女の子に比べてめっちゃ、もうガチで、うん、服とかやば少ない、うん、やっぱ違うんや。無地、星、ストライプとかしかなくて、確かに女の子レース、リボンとか確かに全然違うんですよ、ね、だからもうちっちゃいうちはクマに染まってもらおうと思ってでも絶対似合いそう。そう、クマいっぱいで、こちらでギャップ全部です。わー、でもミーナがさ一番やから二人お譲りできていいね。確かに。お下がり。メンズだった場合。メンズだった場合。いただきまーす。はい、ギャップこんな感じでございまーす。はい、続きましてこちらのね、メレラっていうところの、なんと今回お声掛けていただいてこれもらったんです。うわー、ありがとうございます。これがね、有名なの、搾乳機。電動でね、おっぱいにつけとけば自動で絞ってくれるみたいな。すごい、僕はもうお牛さんみたいな。すごい、これだこれ。そうそう。このね、ブラにつけてすごいすごい、本当にちょっとお牛さんみたいな。お牛さん。でもこれが楽で、なんか片手までおっぱい取ってくれるからいいらしい。ウェルカムベイビーって書いてある。かわいい。かわいい。あとね、有名なのはこのね、あの、おっぱいあげるとさ、乳首がめっちゃ痛いんだって。それの保護クリームがメレラめっちゃ有名で、めっちゃ気になっとったんやけど、それはこれなんですよ。これはあの、赤ちゃんが舐めてもいいから、もう塗ったままあげれる。それが結構いいらしくて、ずっと使ってみたかったのが嬉しすぎる。よかったね。すごい、こんなたくさん。ね。これはだから、手で手動の搾乳機ですね。こっちが電動で、こっちが手動で、手動はこの1個なので、形力垂れるときはこっちもつけるという。なるほど。そういう感じらしい。いやもうなんかほんまにおっぱい出るんかな。不思議。不思議。こんなのもあるんだ。電子レンジ除菌バッグ。これに入れてチンすればもう除菌してくれるっていう。すごい。これはね、セットでプレゼントらしいんですけど。てかこんなにさ、豪華な搾乳機セットとかプレゼントでもらったら超嬉しい。嬉しいね。これほんまにさ、高いものやしさ、必需品だから、これはちょっと使うの楽しみ。でもおっぱい出んかったらちょっと悲しいんですけど。出そうだよ。出そうということで願ってね、うん、はい、こちら使いたいと思います。はい、続きましてシーン部門で、シーンでもね、ちょまちょまいろいろゲットしたのでこう紹介したいんですけど、これめっちゃ可愛い。
これね、ベッドになるんです。みんな欲しいこれ。これまだちょっと開けんとくわ。なんかあの洗濯とかしたいし、そうそう。これ写真こんな感じになる。くまちゃんです。そう、簡易的なベッド。かわいすぎ。もうくま攻めっすね。くままみれで行きたいと思ってますが、こちらの簡易的なベビーベッドもゲットしました。続いてじゃん、こちらがですね、こんな感じでね、ベビーバスって言ってお風呂になる。すごい。てかそんないろいろいっぱいいるんだ。そう、ほんまに揃えるの大変。大変だね。おいしそうな。でこれはこう組み立てて、ここにねふわふわのがついていて、ここに寝かせたままこうやって洗えるっていう。いいな。なんかそう、最強ベビーじゃない。最強じゃない。ママ最強じゃん。いろいろ揃えているの。嬉しいよ、こんなのに洗って。やっぱりクマよ。よくもよ。クマしかねえじゃん。はい、これも簡易的な感じで組み立てれるらしいので、まあね、お風呂場でやるよりなんか洗面台にこういうのを置いて洗面台でお風呂入れるのが今流行ってるというか、楽でいいらしいので、そういうためにこちらもゲットしてみました。折りたためる。そうなんです。じゃじゃーん。続きましてこちらのね、まあ、今入れ物、これもゲットしたシーンで。シーンなの。これシーンなの。こういうね、おむつストッカーみたいなやつがね、必要らしいので、この星さん、かわいいなと思って。なんか男の子ママっぽくない？結構ね、しっかりした作りで意外に良かったです。そう、高そう。そう、これにおむつとか、あの、お尻拭きとか、いろいろね、仕切りもついてるので、これに入れといて、もう夜、半目でこうやっておむつを変えるみたいな感じでいいらしいです。あとこれはガーゼでーす。これも買ってみました。1、2、3、4、4個セットかな。これなんかレビューが良かったんよ、めっちゃ。日本人の方のレビューがすごかったので、気になってこちらもゲットしてみました。もうシーンででも買ったやつは、3回ぐらいは洗濯しようかなと思ってます、一応。そうだね。なんかベビー用洗剤があって、それまだ買ってないんやけど、ベビー用の洗剤でちょっと結構しっかりめに洗って使おうかなと思ってます。あとこれも肌着。なんか赤ちゃんってミルクの吐き戻しが多いから、肌着は何個あってもいいよってことだったので、この白のシンプルなやつで、ここボタンで楽そうなやつだったので、こちらもゲットしました。結構もう無地のがね、5個セットぐらいのやつ。かわいい。ほんとかわいい。サイズ感もう安いやつやけんさ、 もし汚れすぎたら捨ててもいいなって感じで、なんか外出とかね。そう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 、汚れたポイント。これもね、レビューすごい良かったの。おくるみみたいに使える、こういう布引いても可愛いし、あとこうやって包んであげるとこうやって腕とかギュッてなった方が落ち着くんだって。地球の中が狭いから。なるほど。そうだから包むよみたいな感じで。包むよ。はい、これもしっかり洗って使いたい。レビューすごい良かったんです。はい、こんな感じで、はい、終了でーす。はーい。ラッコー。めっちゃ急に実用性系なんやけど、これはね、なんか近所でセールだった時にゲットした新生児用のおむつで、ムーニー。そう、ムーニー。めっちゃ安かったから買ったんやけど、もう実際さ、何枚必要とか、そういうのもわからなくて、みんなちょっと買いすぎたかもしれない、実は。そう、ね、調べたところ、新生児は200から250枚あればいいんだって。もうこれすでに145枚。そう。でね、こっち76枚入りで、これ2個買ったの。だから150あるやろ。多いね。で、これコストコでね、パンパースのプレミアム。144枚入りをゲットしたんですけど、ちょっと300枚ぐらいあるから、ちょっとワンチャン買いすぎた説あるので、ちょっと皆さんね、もしかしたら最初はこっちの一箱だけとか、そういう方がいいかもしれない。まあでも、もし余ったらね、いっぱい使ってこう。そうそうそう。清潔に、清潔にいっぱい使おうかなと思って、はい。これコストコでこれ2個買ったんですけど、これはね、ウェットシュートです。あ、お尻拭き。お尻拭き。これね、いろいろレビュー見たところ、とにかく日本のやつより分厚いんだって。だからうんちとかもこう1枚取ってこう拭いてあげても手につかんみたいな。でナチュラルななんかいいやつやし、乾燥しないように全部に蓋がついてんのね。だからそう、ベッドで自分で箱付きのケースとか買わなくても、これがもう蓋付きなのでいいということで、これずっと気になってて、もう買いたてほやほやなんですけど、はい、いろいろ揃ってきたなというところでございます。川崎さん姉妹。はい、というわけでちょっともうぺっちゃくちゃぺっちゃくちゃすぐ紹介しちゃったんですけど、まだねこれで揃ってないから半分以上。誰で半分とか。だってもうミルクとかさ、まあいろいろ鼻水吸うやつとか綿棒とか、ほんまにいろいろいるんですけど。これ切れたもんね。そうなんですよ。
もう全然そういう全部雑貨系は西松屋が一番安いって聞いて、西松屋にまだ一回も来てないから。あ、じゃあ今度さ、そのベビー用品買いに行く Vlog とかと。おぉ。楽しそうじゃない？いいじゃん。車で行ってさ。いいね。うん。そう。だからその西松屋系とかは全然買えてないから、これでも全然半分ぐらいなんですけど、まあいろいろ揃ってきて楽しいというわけで紹介させていただきました。本当に楽しみ。本当いよいよなんですけど、参考になりましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。では次の動画でお会いしましょう。